江戸時代までは春の暖かい時期の一度しか一年自然の冷たい風、自然のエネルギーを利用。風があると思います。違うよね。何だかわかんない。そうですね。こちらに登ってきていただいて、冷たい風を体感させてください。下仁田の山に荒ぶめく季節、自然の冷蔵庫、枝の誇り。でも何か三種の貯蔵、これは上の方からずっとつながってて、で風脈みたいなものがありまして、冷たい風が流れ下ってきます。